トックボックスはかつて東京急行電鉄が運行していた広告貸切列車及び東急バスが運行していた広告を統一したバスのこと。車内の広告が統一されるほか、車体にカラフルな虹や音符、楽器、またはシャボン玉のステッカーの装飾が施されており、外観で他の車両と容易に区別することができる。最初のトックボックス編成は 東横線では8090系の8087回、田園都市線では8500系の8635回であった。中釣り、窓上、ドア上、車両時切り部の広告は統一できるが、客用、ドア窓ガラスのステッカー広告は原則としてすべて東急の東急東京メトロパスの広告となっている。ただし例外として、 2005年12月2日から2006年1月5日に運行された東横専用9000系9013回映画2人はプリキュアマックスハートに雪空の友達広告統一者は客用ドア窓ガラスのステッカー広告についても統一されていた。また8500系8634回と トックボックスではない9011階では、側扉ステッカー及び釣り革まで、有名ブランドコーチの広告で統一されていた。二次装飾の車両は、当初、前面は山、側面は、二次と三色で描かれたビルのステッカーで、装飾されていた。8500系は三色で描かれたビルだった。田園都市線で運行されている、青帯の八千五百系百三十七階は、 もともと、東急グループの企業である東急ケーブルテレビ上の広告専用車両ケーブルテレビ号であったが、2002年頃に専用車でなくなった。当初は、先頭車前面に TB 東急ケーブルの文字も表記されていた。なお、2010年11月までにラッピング対象となっていた全車両がラッピングを撤去しており、トックボックス装飾は消滅した。二次夜音符。 シャボン玉などの装飾は2010年6月頃に、撤去東横線田園都市線 AO237 号車の除籍を皮切りに、2013年2月までに、他のトックボックス車もすべて解除され、東急バスからトックボックス車はから消滅。事実上、トックボックスの歴史に幕を閉じた。AO237 号車は除籍後、元東急グループの宗谷バスに移籍し、トック、 ボックスロゴはないが、ラッピング装飾は残されていた。東急バス目黒営業所、東急バス青葉台営業所、東急バス鶴巻営業所、東急バス虹が丘営業所。ありがとうございます。